ネレトバの戦いは、第二次世界大戦中の1943年初頭、通軸国連合部隊により、ユーゴスラビア全域で行われた、ユーゴパルチザン総統作戦における戦いの一つ。1943年1月から4月にかけて行われた、この構成は、ドイツ軍では、白作戦と呼ばれ、一般には、第四次反パルチザン構成として知られる。 ユーゴスラビアの用語では、第四次的攻勢、または負傷者のための戦いとも呼ばれた。1969年のアカデミー賞候補映画、ネレトバの戦いはこの戦いを描いたものである。ドイツ軍はパルチザン活動の中央司令部と共に、主なパルチザン病院を破壊しようと計画し、数軸側戦力として、ドイツ軍六個、イタリア軍三個の京急腰団に、 2個のクロアチア師団とチェトニックやウスタシャ組織からも相当数の兵員を集結させた。合計約15万人の数軸側の兵が戦力で遥かに少ないパルチザン部隊に襲いかかった。この作戦は3つの段階に分かれて実行された。戦いの終盤、パルチザンはネレトバ側を背後にした谷間に押し込められていた。彼らがいた西岸には複数の精鋭部隊と 気候旅団の支援を受けたドイツ軍が、対岸の東岸には、組織されていない、チェトニック部隊が展開しており、かつ唯一の橋に繋がっていた。パルチザンにとっては川を渡る方がより安全であると考えられたが、数軸軍はパルチザンへの最後の総攻撃のために結集しており、パルチザンには橋を渡る十分な時間的余裕がなかった。これらの克服しがたい困難に直面して、 パルチザンの指揮官、ヨシップブローズ地頭元水は、綿密な計略を準備した。地頭は、公平に命じて、川で唯一の橋を爆破させた。この事態を把握したドイツ軍司令部は、パルチザンが、現在の位置から西岸沿いに北に向かって、最後の突撃を観光する予定であるに違いなく、指揮を高め、脱走を防ぐために橋を爆破したのだと結論した。そこで、司令部は、 攻撃によってパルチザンを根絶するために地域内での軍隊の複雑な配置替えを始めた。しかしその行動は地頭の公平部隊に橋を応急修理する十分な時間を与え、対岸にいるチェトニック部隊を排除する道を開くものとなった。司令部は直ちにその事実を掴んだが、その前に下していた移動命令のために速やかに効果的な攻撃を準備できず、 パルチザンはドイツ空軍の大部隊による激しい爆撃の中、川を渡った。地頭の公平部隊によって応急修理された橋は山間部の複雑な地形も幸いして、ドイツ空軍の攻撃による破壊を免れ、脱出完了後、追撃を防ぐために完全に破壊された。後日、数軸側のこの屈辱的な戦略的失敗は地頭によって懸念された。 彼は、数軸側の手による、処刑の戦いの後で実際に起こったから救うために、いかなる負傷者も、すべて連れて行くという約束を全うすることができた。別の文献によるとパルチザンは、サラエボの南西にあるコニーツでネレトバ川を渡る予定であったが、そこがドイツ軍に占拠されたため、やむなく、コニーツ、西方のヤブラニツァで、 パルチザンが爆破して、川に落ちていた橋の上に板を並べて溶かした。渡か後、全面のプレに山に展開していた、チェトニックの部隊を奇襲して壊滅させ、南のモンテネグロに向かった。溶か地点のヤブラニツァには、ネイレトバの戦い記念館が設立されている。3月末までに、数軸軍はおよそ8000名のパルチザンを殺害し、他に2000名を捕らえた。 この大きな損失と、数軸側の戦術的な勝利にもかかわらず、パルチザン組織は彼らの司令部と病院を守り抜き、活動を続けることができた。実際、彼らがボスニア・ヘルツェゴビナ東部に行き着いた時には、彼らの敵はチェトニックだけとなっており、それもドリナ川西岸地域でほとんど完全に無力化された。スー軍がユーゴスラビアで行った次の主な作戦は、 黒作戦であった。ドイツ国イタリア王国クロアチア独立国チェトニック。ありがとうございます。